い、皆さんこんにちは、並木です。そしてプロゴルファーの市原達彦です。よろしくお願いします。そして、はい、プーマジャパン株式会社の西川です。よろしくお願いいたします。ということで今回はですね、コブラゴルフさんの新製品エアロジェットのフェアウェイウッドユーティリティアイアン、はい、こちらをご紹介していきたいんですけども、まずはフェアウェイウッドとユーティリティの特徴についてご説明いただきたいんですけども、はいはい、フェアウェイウッドですね、今私ちょうど3本持ってますけれども、はい、うんうんうん、ソールのデザインを見ていただきたいんですけど、似てますけど少し違う感じがありますよね。よく見ると違うなという印象です、うん、はい、はい、大きく見ると近いんですけど、このウェイトの配置ですね、これがまあそれぞれ変わっておりまして、うん、違いますか、はい、3モデルとも特徴を持たせてあります、うん、はい、で一つはこのエアロジェット LS フェアウェイ、ロースピンの略ですけれども、うんうん、はい、ロースピンのフェアウェイは、どちらかというとこうヘッドスピードの速い方とか、もともと飛ばせる人がさらに飛ばせるとか、はい、そういった方向けのフェアウェイウッドになっております、うん、で、こちらはウエイトですね、このウエイトがフェース寄りのところについてますよね、うん、これによってすごい速い初速が出るのと、まあ、低重心になっているわけですね、ほうほうほう、はい、でもう一つがこのマックスですね、はい、エアロジェットマックス、はい、これはどちらかというとヘッドがこう動きづらいというか、ミスヒットに強い慣性モーメントの高いフェアウェイウッドになっております、はい、うんうん、で LS に対してこのマックスはフェースの高さも低いので、うん、まあ、こうアドレスした時にこうボールが上がりやすいイメージですね、うん、はい、下から打つこと多いじゃないですか、そうですね、そういった時に球上げやすいような感じになっております。でさらにこのシャフト側の方にウエイトがついてます、まあ、ヒールウエイトと言いますけど、はい、このウエイトがあることによって、非常にこう捕まりやすい、ターンしやすい、ドローボールが打ちやすい、うん、簡単なフェアウッドとなっております、はい、で中間がこのエアロジェットフェアウェイウッド、まあ、LS のような強いスピード感のある弾道と MAX のような優しさ、うん、両方を兼ね備えたフェアウェイウッドになっておりますね、うん、この3モデルで幅広いゴルファーに対応する、うん、そういったラインナップになっておりますね。なるほど、はい、まあ、ドライバー のラインナップと同じような形の3種類のラインナップとなってますね。なるほど、はい、はい、楽しみですね、はい、うん、試合するのが。そうですよね、そうですね、契約フリーの選手が、はい、結構こぞっと使ってるって聞きます、はい、そうなんですフェアウェイウッドは結構こうフリーにしてる選手も多くてですね、契約以外のこうメーカーを使ったりする選手が多いんですけど、まあ、2022年1年間はですね、はい、コブラのフェアウェイウッド約50名弱ぐらいの方がテストをしてて、そんなに、そうなんです、で、まあ、何がいいのかなってこう、まあ、私も会場に行ったりして、はい、コミュニケーションを取ったりすると、顔がいいと、大事ですね、顔っていうのはアドレスされてるの構えた時ですね、座りがいいみたいな、はい、座りがいい、まあ、構えやすい、いろんな、まあ、意味があると思うんですけど、で次に、顔がいいのとプラスイメージした弾道、弾道にイメージがしやすい、まあ、顔がいいにつながってると思うんですけど、イメージ通りの球が出る、そうなった時に、まあ、こうバックに入れて実際試合でも使ってる、そういうような選手が結構いるみたいですね、そうなんです、顔が良くて思った通りの弾道が出る、はい、最高じゃないですか。確かに、こちらを見ていただくとですね、まあ、これステンレスのボディなんですけれども、はい、フェースのところは単造工場製法されたステンレスがこうインサート、それがまあこういうふうにこうソールのこちらに巻き込むようにこうつけられてますね、はい、でこう内側を見ていただくと、ここにブリッジ、このブリッジがウエイトの役割があるんですけど、フェースとソールから浮いた状態でついてますので、ボディの硬さに干渉せず、しっかりフレックスすると、そういった弾きのいいものになってますね。で特にこれ下の方についてるじゃないですか、はい、でやっぱフェアリウッドって下から打つこと多いですよね。そうですね、まあ、フェースの下の方でこうミスする人も多いかなと思うんですけど、まあ、フェースの下の方の反発もすごく強くなってるので、このウエイトがあることに、それは助かりますね、そういうことなんですね、拾っていきやすいっていうんですかね、うん、はい、すごく球が高く出やすい、そういったテクノロジーになっております、はいはい、先ほど ここに巻き込むフェースって言いましたけど、はい、これがパワーシェルホットフェースって言うんですけど、はい、この裏のところですね、エアを駆使して管理して15箇所すべてでしっかり弾くようにっていうようなフェース、うん、テクノロジーが搭載されたものなので、はい、このあたりをちょっと感じながらぜひ取材いただけたらと思ってます、はい、はい、じゃあ早速見ていきましょうか、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではフェアウェイウッドを打っていただきたいと思います。まずはエアロジェット LS からお願いします、はい、よろしくお願いします。エアロジェット LS、 構えた時の座りがむちゃくちゃいいんですよね。へえ、そうなんですね。おお、めちゃ良き、いい感じですね。はい、いい感じです。おお、ナイスショー、お見事。すごい、なんだろう、球がめちゃくちゃ強いですね。前に行く感じですか。前に行く感じがすごい、前に前に行ってますね、はい、クラブスピード 43.9 メートル、ボール初速 64.1、スマッシュファクター 1.46 出てますね、はい、
まあ、スピンレートも3987ということで、はい、飛距離トータル飛距離248、はい、ちょっと当たりがちょっと先っぽだったんですけど、うんはい、それでも 1.46 出てる、ね、出てますね、うん、あ確かにそうですね、そういうことですよね、ちょっと芯外れてもこのミスの許容範囲っていうのはすごいですね、ミート率広いですね、いやすごい、打感もなんかやっぱくっつき感があるんで、くっつき感ありますよ、ありますよね、コントロール性能的なところは、そうですね、なるほどね、続いてエアロジェット打っていただきたいと思います、はい、お願いします。これがスタンダードな、そうですね、3モデルのちょうど中間に位置するモデルになります、うん、あれ構えた感じは LS と比べてちょっとシャローフェース、少しフェース高は低いですね、その分弾拾いやすそうですけど、なるほどなるほど、うわ、弾が上がる、さそう、おすごいすごい、うん、ナイスです、ナイスショ、ありがとうございます、お見事、どうですか、いやあれですね、 LS より球が上がって捕まりますね、そうですね、楽、データもそういうデータになってまして、先ほどのと比べると約3ヤード高さ、はい、ハイトが出てますね、あ3ヤード結構出てますね、そうですね、見た目にもねこう高いなっていうか、さっきと比べると高いなって感じがあったと思うんですけど、距離も 259.8 ということで、おー本当だ、すごいね、飛んでますよね、距離が出てますね、スタンダードの一般向けのシャフトの S シャフトですから、それをプロがコントロールして打ってるのにこの距離なんで、確かに合わせてったらもっとねすごいんじゃないですか、いやこのシャフトもすごい振りやすかったです、振りやすかったですか、はい、程よいしなりで、程よいしなりで弾が、ね、拾いやすい感じです、ね、拾いやすい感じですね、はい、続いてエアロジェットマックスを打っていただきたいと思います、お願いします、よろしくお願いします、見た目的にはあれですよね、はい、2本目に打ったスタンダードと似てる、はい、感じですね、形は近いですね、はい、フェネスの高さも同じ高さ、あやっぱこのシャローさが同じぐらいだなと思ったんですよね、球、はいね、がすっごい上がりますね、ねえめちゃくちゃ上がってますよ、球がすっごい上がりますね、ねえめちゃくちゃ上がってますよ、どうだ、お、うん、ナイスショー、お見事、すごい、やっぱどうですかデータ、ね、高さがやっぱ出てますよね、出てますよね、はい、28.9 ヤードの、おー、はい、出てまして、変わりましたね、はい、でスピンにもやっぱさっきの LS とかスタンダードより少し増えてきてる感じですね、まあ、高さを出してあのグリーンヒットさせて止めてるっていう感じですね、そうですね、はい、飛距離が200、今の41、ね、結構球を上げに行ってスピン量多めに打ったんですけど、はいはい、結構飛んでますね、うん、モデルごとの、ね、性能の差が出てますよね、やっぱこの3つの違いって一番でボールの高さ、はい、ボールの高さ、そうですね、拾いやすさがやっぱ違ってきますよね、うん、本当人によって合わせられるっていうことですね、はい、いろんなゴルファーがいるんで、ね、はい、そうですよね、好みのが選べると思います、うん、こんだけ上がると変な話、飛ぶクリークとしても使いやすいですよね、あそうです、うん、使い分けが、使い分けがしやすいです、はい、そういうことですか、うんうん、じゃあ違うタイプを2本入れて使い分けるっていうことも、そういう人もいるかもしれない、なるほど、 LS で飛ばすスプーン、はい、マックスで止めに行くスプーンみたいな感じで入れてもいいですね、はい、すごいかっこいい、シャンボー選手がまさにそういう使い方、あそうなんですか、スプーン2本入ってます、あ、はい、そうなんだ、まさに最先端です、最先端ですね、うん、新しい、うん、続いてはエアロジェットユーティリティを打っていただきたいと思います、お願いします、お願いします、構えた感じはユーティリティって結構こう被って左に行きやすい見た目のやつが結構多いんですよ、はい、でもこのユーティリティはパッと構えた時に先が逃げてくれて左に行く心配がなさそうな安心感があるんですよね、へー、捕まってくれるといいですね、そうですね、なるほど、はい、おお、どうだ、いい感じ、おー良さそうです、すごい、うん、ナイスショー、ナイスショー、お見事、良かったっすね、ピンに向かって一直線でしたね、うん、まあ、あ何がいいって球を拾いやすい、へ、うん、抜ける感じがしないんですか、全然、ほー、うん、ちょっと下目なんですよ、ちょっと下目でした、あ下目だ、あ、そうですか、それなのに球がこう浮いてってくる、うん、うんうん、それって結構ユーティリティとかで必要な条件、そうですね、やっぱ高さ出してね、高さが出てくる、止めていくっていうのがありますよね、高さは 19.2 ヤードのハイトが出てますね、で距離は226ヤード、ね、キャリーは198で、まあ、ほぼ200ヤードですね、すごい、1.47 も出てるんですね、
本当だ。あ、そうですね、ちょっと見落としてましたけど、ね、そうですね、確かにミート率が先ほどからね、全てのクラブいいですね。そうですね、うんうんうん、結構ミート率出てるのに、うん、そんなに弾き感はないですよ、はい、あ、いい意味の弾き感は、はいはい、すごいくっつく感じがあって、はい、そこから弾いてくれるんで、うんうん、問いは言ってもんじゃないですからね。そうなんですよね。そこもね、そっか、はい、正確性も大事ですね、うん、ある程度グリーンヒットさせていくっていうところがあるので、うんうんうん、はい、その辺のコントロール性能とかも必要になってきますよね、うん、特に 4U とかだとやっぱグリーン狙うクラブですもんね、うんうん、そうですね、じゃあ本当にユーティリティですけども、うん、名前の通り役に立ってくれてますね、そうですねありがたいですね、はい、お指導いただいてこのエアロジェットユーティリティですね、はい、まあ、すごく高さが出て、あの、簡単に拾えた、はい、割とオートマチックな感じがしたと思うんです。オートマチックな感じしましたね、はい、そうですね、でこれはあのドライバーフェアウェイみたいなこう LS とか MAX とかそういうのはなくてですね、はい、このスタンダードのこう1種類になります、はい、で2番から6番まで番手があるんですけれども、まあ、種類としては実はこのワンレングスユーティリティっていうのもあるんですね、はい、でこちらが、はい、アドレスしてみて、はい、私いいですか、こう短いんですよ、ま、確か私でも持ちやすいかも、はい、これは普通のあんま違和感なかったです、ね、ですよね、本当に見てください、はい、こんなに違います、そうですよ、ね、あとヘッドもちょっと大きく見えません、はい、なんか気のせいですか、近いからかな、あ、近いからすいませんすいませんまあヘッドの形は基本一緒なんですけど、少しまあ艶消しと艶ありで違って見えるのはあると思うんですよね、確かに確かに見え方が全然違います、はい、まあ、ワンレングスのユーティリティっていうのはもちろんコブラが出してるワンレングスアイアンと流れで使うことによって、はい、ユーティリティでも7番アイアンと同じスイングをすれば同じようにいい球になってるっていう再現性を高めるクラブなんですけど、はい、ただ1本こういうの入れておいてもお助けクラブにもなるんですよね、やっぱりこう長さが長くて苦手になる方って多いので、7番のやさ、アイアンの優しさ でユーティリティの球が出るのですごくいい、確かにこれアイアン苦手な人にはもう朗報ですね、そうなんです、こういう通常のユーティリティのヘッドを短くしてもこういう風にはならないんですよね、ならないですね、でヘッド重量がやっぱ、はい、ヘッド重量がやっぱ 30g ぐらいこっちの方が重いんですね、うん、そんで短くしてもちゃんとバランスが出ていい球が出ると、うん、そういう設計になってます、はい、あともう一つですね、ドライバーフェアウェイにもこう LS ってありましたよね、はいはい、こう上級者向けのヘッドスピード速い人向けの、うんうん、エアロジェットシリーズとはちょっと違うんですけど、コブラの同時期に発売になっているこのテック高自動ユーティリティというのもあります、はい、またかっこいいですね、かっこいいですね、黒く精悍な感じで、ね、かっこいいですね、はい、でこれはアドレスしていただくとすごくオフセットが少し少なめになってます、はい、アイアンでもありましたけどこのオフセットですね、本当ですね、はい、少し少なめになってます、さらに、うん、拾いやすさが、はい、見た目の安心感が増してますね、構えやすくなってます、このユーティリティにはソールに実は交換可能な弾道調整が変えられるウェイトがついてます、まあ、ストレートで打ちたい方、はい、ドローで打ちたい方、フェードで打ちたい方っていうのをこのウェイトで調整することができます、なるほど、あともう一つはネックのところも見ていただくとユーティリティなんですけど、ロフト調整機能もついてます、変えるんですね、はい、ですのでまあ非常に細かいこう調整が可能な、まあ、プレミアムユーティリティという位置づけになってます、確かに、はい、プレミアが出てますね、そこに変えられるんですね、そうなんです、この3本から選べるという、はい、選択肢があのコブラのユーティリティにはございます、はい、なるほど、はい、このエアロジェットアイアンなんですけれども、はい、まず最初見ていただいた感じどうですか、デザインがとりあえずかっこいいですよね、これですか、ありがとうございます、構えてみてもいいですか、はい、構えてみてください、まっすぐ、まっすぐ、アイアンってかぶってるアイアンってよくないんですよ、うん、あ、はい、そうなんですか、そうなんですよ、やっぱ被ってると操作して右に出したりするんで、うんうんうん、これあれですか、飛び系、そうなんです、いや、はい、飛び系でこんなストレートフェイスなんです か、 ですか、はい、ヘッドもそんな大きくなくて、はい、すごいシェイプですよね、あ、はい、まあ、このアイアンなんですけども、はい、あのターゲットゴルファーとしては別にあの上級者向けのアイアンってわけではなくて、パワーヒッターとかそういうわけじゃなくて、まあ、先ほどプロおっしゃったように飛び系のアイアンなんですね、あのただロフトが立ってるだけじゃなくて、はい、このアイアンってこうすごくヘッドが小さいですよね、うん、ドライバーとかだとこうね、でかい、フェアウェイとまあそこそこありますけど、この小さいヘッドの中にですね、最新のテクノロジーが詰め込まれてるんです、お、見える化するために、見える化とこういうさっきからドライバーとかありましたけど確かにまた同じ図ですね、はい、またちょっと持ってきちゃいました、うん、はい、まあ、中見えた方が分かりやすいですし、私も説明しやすいん で、 はい、で、まあ、このボディね、ステンレスのボディなんですけど、はい、まあ、これは当然重いで、まあ、どこの部分に重量を配置するかっていうのがすごく大事で、うんうん、はい、まあ、あのソールにウエイトやったりとかタングステン入れたりするのが結構多いんですけれども、どこにウエイト入ってると思います、見て、どこだと思いますね、ちょっと想像つかないですけ ど、ね、これはですね、はい、またもう一個出しますね、こちらなんですね、お、はい、お、ちょっと触ってみてください、なんか
ホームセンターに売ってそうな感じが。確かに、なんか鉛っぽい。鉛っぽい。うん、結構ずしっとしてます。いきますよね。はい、かなりずしっとくるんです。で、これはですね、あのパワーブリッジっていうネーミングで、あのウェイトなんですけれども、はい、ここにありますよね、2つ。はい、ここにこうスポンと入ってるんです。あ、おー、はい、そこにあるんだ、はい。ってことは、これはフェースの下の方についてますので、うんうんうん、非常に重心が下がる。低重心。低重心。はい。あのスーパー低重心です、ね。はい。ロフトが 26.5 度、7番アイアンで。ってことは、かなり立ってますよね。ってことは、逆を言い方をすると、球上がんなくなるんです。そうですよね。で、それが、ウェイトがあることによって、はい、非常に重心下げて、上げるようにする。なるほど、はい。で、さらにですね、これはですね、はい、どこでも止まってないんです。確かにちょっと引っかかってすぐ取れちゃいそうですよね。普通ネジとかで止めますね。カタカタになっちゃいますよね。やっぱりこのままだと打てないんで、当然ここの前にフェースが入ってきます。で、このフェースがですね、またかなり工夫がされてまして、まずちょっと触ってみていただけますか。ドライバーなんかでもちょっと触っていただきましたけど、フェースの裏のとこ。あ、なんか、はい、あ、ちょっと凹凸というか、はい、凹凸がありますね。ドライバーフェアウェイユーティリティでも出てきました、うん、ホットフェース。ホットフェース、はい、はい、言ってましたね。 AI を駆使して15箇所を管理した、うんうん、こんな小さいフェースですけど、はい、それもしっかりこう15箇所で AI 管理して、はい、あの、まあ、どこの部分に当たってもしっかり弾くように作られてます、はい、ってことは芯で当たらないアマチュアゴルファーでも、そういうこと、助けてくれるんですよね。確かに、はい、トゥーヒットしてもヒールヒットしても、はい、うんうん、まあ、こういうのは前作もやってるんですけど、前作と違うのはこれが 22% 薄いエリアが広がってるんです。結構じゃないですか、かなり、はい、薄いエリアが広がってます、ね、はい、フェースをただはめるだけではなくて下の方までこう巻き込んでる、まあ、これは前作と一緒です、前作と違うのは上の方までぐっと巻き込んでるんですよね、これ見ていただくと、本当だ、ここ、本当だ、ここまで上がってますね。はい、はい。と、はい、いうことは、ここのところまで薄く作れますので、そういったことで芯が広くなると。で、ここで蓋をしてるんです。はい、はい、はい。で、この先ほどつけたこの 69g のウェイト、これは中にこうはめてるだけなんですけど、じゃあカチャカチャしそうですね。しちゃいそうですよね。で、もうこれ後ろ見えちゃうんで、これ後ろもまたパーツ出てきます。なんだ、こういったメダリオン。カーボンとかになりますね。かっこいい。かっこいいですね。これが最後のこのかっこいいパーツ、ここに当てはまる、はまっていくわけですね。これ持っていただくと。非常に軽い。え、めっちゃ軽いこれ。あ、もう、なんすかこれ。びっくりしました。これがまあ後ろにこうパッと貼ることによって、まあ重さがないので、まあ低重心化がさらに生きてくるという、そういうパーツなんですね。まあこれでまあ、あの、ほぼほぼ見た目は完成になります。はい。でもなんかちょっと忘れてる感じがありますよね。中の。あ、中の。これがなってるんですよね。うん、あ、ですよね。あ、ありますよね。ほんとなってるんですか。カンキンカンキンってなりますよね。だから固定してないんですよ。これダメじゃないですか。ダメですよね。はい。これ壊れちゃいますよね。なんでこうなってるかっていうと、浮いてますよね。浮いてますね。浮いてますよね。で、こっち側からも浮いてますよね。はい、ここからも浮いてます。で、バックフェースからも浮いてます。浮いてますね。はい、で、今回のはこう浮いてるんで、この浮いたところに今みたいにカチャカチャいっちゃいけないんで、はい、ここで最後に出てくるのがこういったものです。ちょっと触ってみます。何ですかこれ？え、ただのゴムですかね。はい、ゴムみたいな感じですね。これはゴムですね。まあ、いわゆるフォーム剤と言われるものですね。フォーム剤ですね。はい、フォーム剤。これを熱で溶かします、これを、で、これをこの最後の隙間のこのカチャカチャするところに埋めていって止めるんですね。はい。ネジとかで止めるんではなくて、溶接とかで止めるんではなくて、このフォーム剤を溶かして埋める。ってことは、このウェイトはこの固定してないので、中でこうフレキシブルに動くんですよ。それによって、こうボールがこうガッと弾くというか、金属のこの張り、硬さ、たわみに干渉しないので、はいはい、その分あの金属がバーンとたわんで弾いてくれると。で、飛び系アイアンなんですけど、速い初速で高さが出て止めると、うん、すごいじゃないですか。そういうテクノロジーのクラスです。すごい、もう、はい、すごいじゃないですか。すごいです。2回言っちゃいましたけど、びっくりしてるプラモン。いやいや、そのテクノロジーすごいなと思って。あのアイアンってアイアンセットで買われますよね、はい、まあ、メーカーもそうやって販売しますけど、はい、はい、ですので5番6番7番8番と、まあ、だんだんこう短くなっていきますけど、はい、やっぱり上の番手と下の番手で求めるものが変わってくるんですよね。そうですね。で、一応セットで考えてますので、はい、5番から7番はこういった弾き系のものにしていて、はい、8番から下はもっと打感柔らかくしてるんですね。もっとコントロールしてる、そうなんですか、はい、でもう一つは溝、はい、溝、スピンコントロールですね。ここですか、この、はい、溝の形。ロングアイアン、7番から上は V 溝。V 溝。はい。で、まあ、それより下の番手は U 溝。溝の底が V になってるか U になってるかの違いですけど、U の方が少し溝の幅が広くなるので、スピンがかかりやすくなります。はい。で、逆に V 溝の方は、スピンがそこまでかからないので、飛距離に変換していきますね。はい、なるほど。ですので、こう、飛び系のアイアンなんですけど、狙えるところの番手はしっかり狙っていく。そういったこうメリハリつけた、設定になってますね。
もう一つだけ、ね、まだあるんですか。まだあるんですか。いっぱいいますね、はい、そうなんですいっぱい覚えてきました、はい、もう一つはですね、はい、選択肢、まあ、これは今スチールシャフト、はい、まあ、こう飛び系のアイアンにすごく相性のいい、はい、球が上がるシャフト、まあ、それを純正で採用してるんですけど、もう一つカーボンシャフト、どうしてもスチール 90g 台ぐらいになりますの で、 そうです、ね、まあ、もうちょっと軽いカーボンシャフトもご用意してます、うん、さらにワンレングサイヤ、はい、聞いたことありますよね、はい、もう何年かやってますけど、はい、デシャンボーさんが、ツアーで使ってる全部7番屋の長さで作ったセットもご用意しております、うん、でこれはどっちがいいとかじゃなくて、まあ、選択肢として選べるということで、まあ、ワンレングサイヤのいいところは全て7番屋のスイングをすればいいだけなので、はい、ここに上げたりここに上げたりとかね、そう、バンの番手によっての違いが発生しませんので、まあ、そういったシンプルにやりたい人はワンレングサイヤ選ぶのもありかなと考えます。はい、同じテンポで振れるっていいですよね。そうです、余計なこと考えないですね。そうなんです、同じテンポ、まあ、ワンスイング、ワンスイングで、はい、確かに、はい、特にアマチュアにはいいかもですね、はい、早く打ってみたい、はい、そうですよねじゃあ、はい、じゃあよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、したいと思います。やっぱこのトップブレードの厚さもいいですよね。ちょうどいい感じですか、ブレードが厚いと打感も厚くなるような感じがするじゃないですか、うん、気になりますよね、なりますよね、そうですよね。おー、上がってますね。どうだ、あ、いいですね。ナイス、お見事です。 お見事ですね。ありがとうございます。はい、だいぶ抑えて打ちましたかね。まあ少し軽く、ね、まあ、一般アマチュア向けのスペックになりますので、はい、今これまあスチールの S シャフトになりますね、はい、トータル距離176ヤード、はい、まあ飛び系の今の感じで打って176も飛んでくれてるんですか。で7番アイアンなんですけど、うん、まあ、スマッシュファクターは 1.42、 あ、出てますね、出てますね、まあ、ちょっとこう弾く感じの数値になってますよね。ヘッドスピード37で、はい、ボール初速が 52.4 ですね、はい、かなりロフトが立ってるアイアンなんですけど、はい、まあ、見た目にもねすごくこう高さがグッと出てで、まあ、しっかりグリーンで止められてますけど、はい、まあ、高さ数字でいくと24ヤード結構ね上がってますね、はい、上がってますよね。ですのであのロフトは立ってるんですけど、クラブスピード37で振っていってもちゃんと高さが出ると、はい、ね、37って言ったら普通の男性の平均的な7番アイアンのヘッドスピードで打っていただいたんで、まあ、それでも高さはちゃんと出てますので、はい、その辺の数字は出てるかなと思います、まあ、あとやっぱびっくりしたのが打感の良さ、はい、あ、はい、そこはもう感性なんでね、うん、ここには出てこない。そうですよね飛び系なのに、はい、この打感の柔らかさ、はい、音もすごい良かったですよね、はい、カチンじゃなくて、そうですね、はい、吸収したような音ですよね、うん、そうですね、はい、確かに心地よかったですね、はい、アイアンの名手ってやっぱ音がいいじゃないですか、うん、飛び系アイアン使ってこれでアイアンの名手の音を出せる、うん、あ、いいかもしれないですね、本当にいいところ取り、はい、うん、はい、さあここまでエアロジェット各々打ってきましたが、まずは市原プロ、はい、いかがでしたでしょうか。やっぱりパッと置いた時の顔の良さ、はい、あと球の打感の押し感、だからやっぱり契約フリーの選手が、うん、まあ、こぞって使う理由が分かりますよね、うん、イメージ通りの弾道が出ますね、あ、そうですね、フェアウェイウッド3種類ありましたよね、はい、でそれもまああのモデルごとにあのイメージ違うと思うんですけど、はい、一般のゴルファーの方は余計なことを考えるのをなるべく減らすようにして、うん、まあ、ドライバー例えばマックス選んだら、はい、まあ、フェアウェイウッドもマックスを選んでいただけるとつながりがすごく良くなるので、うん、まあ、そのような使い方は結構おすすめです、うん、はい、なるほど、なるほど。で皆さんもですね、今回これ3シリーズあるということなので、うん、ぜひ一度試してみて皆さんも体感してみてください。